九大王の孫ン,ンは、公家王子という性質がいましたが、子供なしで19歳で亡くなってしまいますよね。で、この時は、側室も性質になれたので、孫ン,ンの側室たちは、 この席を狙ってきますよね。その中で有名な二人が、ハイヒユン氏と、ハイヒじゃない、また他のユン氏がいましたが、このハイヒユン氏の場合は、皆さんもご存知のように、結局、死刑されてしまいますよね。で、それと、先ほど言った、ハイヒユン氏ではないユン氏がいましたが、この人が次の性質になりますよね。皆さんもご存知の、チンヒョン王公ですよね。 자, 이 정현 오코와 성종의 세이스리나 때, 두 사람의 아이다 대 진성대군 뜻이 오독 오코가 음아れます. 그런데도 뭐, 이 진성대군가, 여러분이가 대好きな 드라마의, 장금의 치카이의, 이 중종이었어요. 그런데, 다시 성종리와 하이히 윤시토의 아이다 대 무스코가 있대, 연상군이었어요. 이 진성대군과 王になる運命ではなかった男だったんですが、1506年、中종万全が起きて、そのまま王になりますよね。で、当時19歳のでも若い王様でした。ただし、自分の力で王になったわけでもなく、で、王の教育も受けていないということで、えー、結局、家臣たちに権力が移ることになります。 で、重大王の四三軍の場合は、朝鮮にある雑草すら全部世のものだというぐらい、とても強い王権を発揮してたんですけれども、この中将は家臣たちの力が強すぎて、自分の性質、奥さんすら守れなかった王だったんですよね。明らかに四三軍と極端的な態度をとります。 で、さらになんですけれども、まあ、これによって離婚までされた忠序、まあ、家臣たちは、いわば、調子に乗るでしょう。権力を返してくださいと忠序に言い続けるんですよ。じゃあ、これがどういう話かと言ったら、ちょっと朝鮮の建国の話ちょっとやってみますね。朝鮮を建国した蝶土序と手蝶伊宗家がいますが、蝶土序は、 朝鮮を計画するときに、家臣が中心になって、王は所長になるような国を夢見たんですよ。今の日本と似てますよね。で、つまり、決定は家臣たちがしますが、王は許可だけするという。あ、あくまで王は本当に象徴なんですよね。で、イソンゲはこれでいいと思って、この二人の意見が合致して朝鮮ができましたけれども、このまま続いたら良かったものの、はい、いい番音が現れますよね。じゃあ この三大王の手順、イバンンの場合は、家臣は報告、王が決定という、おちょっと長度順の意見を真逆にひっくり返すような意見を出して、これが成功しますよね。いわば、王権がとても強くなるんですよ。ただ、四大王の正常の場合は、やっぱり朝鮮の元通りの 時間を中止したのか、それもまた変えて、決定は家臣たちがやって、王は強化するシステムに戻したんですけれども、なんと、七大王の正助がまたクーデタに王になって、王権を強化するということで、三大王イバウォンと一緒に家臣は報告、王は決定するようなシステムを、えー、また取り戻すんですよね。 で、これで4、四三軍まで続いたんですけれども、家臣たちは、順調が自分たちの言いなりと分かっているから、この話を持ってくるんですよ。決定は家臣たちが、王は許可だけ。これを聞いた順調、これをもちろん許可するんでしょう。で、これによって、朝鮮は、朝鮮滅亡まで王の決定権は所失してしまいますね。もうある程度、王が強くなったりとかすることもありますが、このシステム自体が変わることはなく なりますやっぱりこうやって見てみると自分の力で王になったわけではないのでかなり周りから振り回されたんですよねそれだけじゃなくて家臣たちは王であった順序を監視したり統制したり脅迫するなど順序、まあ、は名前だけ王でまあ初期には正直に言うと何の力もない王だったんですよね で、さらに記録を見たら面白いんですが、家臣たちがこの土地もらうとか、あの屋敷もらうとか、あの馬もらうとか、えー、ご褒美、クーデターのご褒美も自分たちが決めるんですよ。えー、普段だったら王様が、与えるプレゼントのスタイルになりますけれども、家臣たちは、王からこれもらいますみたいな感じで <laughs> もらうんですよね。 つまり、王権がもうほぼないと言ってもいいぐらいの状態でした。で、これ以外にも、当時の忠序の、えー、立場を分かる面白いエピソードがありますが、忠、え、序、ー、の娘、ヒョ,ジョンウンジという人がいましたが、この人は、ジ伊ウ・ジョンという人と結婚をしますが、なんと、王様の娘なのに、旦那の無関心の中で病死してしまいます。これを聞いた忠序、お父さんとしても、王としても、すごく、 これは怒るべきのことなんですよね。なので、チョイジョンを読んで、すごく悪口をしてたらしいんですが。まあ皆さんここまで聞いたら純情の気持ちもわかるんですし、まあョイジョンにもなんか悪いことがあったと思うので、ここまで理解できるでしょう。ただ、当時を記録していた家臣はこうやって書いています。チョイジョンの過ちはあったが、大たる者が行動が軽率で感情も隠せない。えー 家臣が王様をこうやって評価してたってことだったんですよね。もちろんこれは純調は見てません。えー、実際朝鮮王朝実力は王様は見れないので、ただ当時の王様、つまり純調の、えー、権威がどん底だったのはこれでわかりますよね。こうやって王の権威がまあないと言っても過言ではない状態なのか、実際順調の時に結構反乱があるんですよ。反乱っていうか、 反乱未遂なんですけれども、金公女という人は、私たちもご褒美もらいたいと言って、反乱しようとして、反乱を企みますが、もちろん、バレて失敗しますが、反乱の動きがありましたね。そして、イワという人がいまして、えー、中庄からもらったご褒美が気に入らないということで、王を下ろして、他の王族を王に立てようとする計画まで立てますよね。で、これももちろん、えー、直前に、えー、裏切り者がいて、バレて失敗に終わりますけれども、えー 中将の在位初期には、こんな感じで、反乱がとても多かったんですよ。で、こういったストレスまみれの中将に、また頭を抱えるようなこともありましたが、七代王。聖女。の時にある程度討伐してて、勢力が弱くなっていた満種族が復活してですね。 朝鮮の北部領土あたりに牽制をし始めるんですよね。で、それだけじゃなくて、今のプサンあたりの地域なんですが、散歩の乱が起きてしまいます。日本人と朝鮮人の葛藤によって起きた乱なんですけれども、まあ、とにかく、チュンジョンは自分の内部の問題も大きいのに、この周りからの問題もすごく多かった、まあ、ストレスまみれの状態だったと思います。で、皆さんわかると思いますけれども、私 私が軍隊で経験したことなんですけれども、えー、自分に、えー、地位はありますが、周りからの尊敬とか自分の能力とかを持ってない人たちは、自分の権力を相手から無理やりに確認するために、いろいろいじめを始めるんですよね。軍隊でそれ本当に感じましたけれども、えジ,ュンジョンがこのようなことを結構やるんですよ。記録を見てみたら、軍隊の訓練とかに参加した時に、わざ となんですけれども、軍隊を、いや、こっちに立てみてとか、いや、あっちに立って、いやいやいや、やっぱりこっちだというなど、わざと軍隊に、いわば無駄な動きをさせて、いじめというか、自分のストレスを発散してたらしいですよね。 で、それだけじゃなくて、えー、あの天井の誇り何とか、王様が誇りとか気にしてたらしいです。そして、お米はどこの美味しくないと言って、食事にもうるさかったらしくて、そして、世の馬の乗り心地が悪い、担当者を罰せよ、など、えー、何回も馬が乗り心地が悪いと言って、乗り換えてたらしいんですよ。実際馬には問題がなくて、ただ、純情の機嫌が悪かったということなんですよね。 じゃあ、ここまでまとめてみたら、ジュンジョンって優柔不断で神経質で、そして自立性も欠如した王としてまとめることができますよね。結局、ョンは王として何もしなくて、そのまま終わってしまったんでしょうかまあ、ドラマのように美味しいばっかり言ってて、味の評価が仕事だったんでしょうか じゃあ、今から、さっきの自立性がないと話も含めて、ョンが自分の王権を取り戻すためにどういった努力をしたのか、皆さんに紹介してみたいと思います。じゃあ、一旦、まず、先ほど言った、ョンをコントロールしていた、パゴンジョン、ユスンジョン,センイアン、つまりクーデターを率いたこの三人なんですが、次々と、病死してしまってですね、 ある意味では、順序にもチャンスが訪れるんですよ。反撃のチャンスなんですよね。じゃあ、順序にこのチャンスを活かさねばならないという時に、順序は、なんと、自分でやるんじゃなくて、自分の常力者を探すんですが、でその時に、助言女という人が現れるんです。 この長官女という人は、えー、当時政治のちょっとバランスを見てみると、権力をすでに持っている中央派がいれば、改革を主張する地央派がいましたが、この地央派を仕切っていった感じの人がこの長官女なんですよね、えー。もちろん中央派の人たちは、決定は過信たちで王は許可だけというシステムを維持したかったんですが、この 改革を主張している地方派の場合は、王は同権になったらいけないという意見を示しますよね。で、長官女が言ってたものは次のようになります。クーデターで何が変わったのか結局、君たちが権力を持ってて、さらに悪いことをしてるんじゃないのか という意見。そして、王にも権限が必要だ。え、もちろん、四三五みたいにありえない王権はいけないけれども、王にももちろん政治に参加する権限が必要だという主張してきましたね。これを聞いた順序、とっても気に入りましたね。なので、この長官序を一押しとして選びます。まあ、すごく政治の中心として活躍させますよね。で、この長官序なんですけれども、あまりにも有能だったらしくて、まあ、あいろんな面で改革、改革、 格を言い続けて実際実際行もしますし、ますもちろん失敗もあったけれども、周りからすごく尊敬されて認められて、周りのいわばファンがとても増えるんですよ。超環状が王になった方がいいような意見があるぐらいだったらしいですよね。これを聞いたチュンジョン、危機感を感じますよね。自分が思った流れと少し違いますよね。 え、それで結局、順序は、長官序を追放させますが、で、この長官序が追放された後、 死刑まで命令を下すんですよ。当時、この長官状を反対していた人たちも死刑まではやらなくていいですよって言ってたのに、純序は自分の特段で長官状を死刑してしまいます。えー、これによって、長官状による改革、純、え、序、ー、にはある意味ではチャンスだったこの改革が、失敗で終わってしまいますね。 で、これで、じゃあ一人で立ち直れるかと思ったら、なんと、また一人の常緑者を探すんですよね。で、その時に、南言という人がいましたが、でこの人はですね、賄賂とかもらわない政治力が優秀な、とっても有名な人で、えー、まぁ、あ、順としては完璧な、司書としてもなれるような人だったので、一押しとして選びますよね。ただ、もうすでに、まあ年齢もあったので、すぐ死去してしまいますよね。 で、その時、ジュンジョンまた新しい上限者を探しますが、その時に現れたのが、金安狼ですね。この金安狼の場合は、個人のために権力を使う人で、前の上官所と南言とはだいぶ違う人だったんですよ。 で、さらに、ワイドット贅沢が大好きで、自分の屋敷を本当に王様並みに作ってたと言われるぐらいの贅沢が好きだったらしいですよね。中調としては、今、もうこの気満炉に比べるほどの人物があんまりいなかったので、この気満炉を一押しすることに決めますが、なんと、この気満炉は、中調のプッシュ、つまり中調の支援をもらってから、反対派をすべて粛清して、 で、追う波の権力を持つことになってしまいます。また、これを見た順順、これもやっぱり流れが違いますよね。これで決まるのを死刑します。 でここまで見てみたら、中調って39年間実際在位しましたが、目立つ政治業績はないんですよ。まあ、実際はもう教科書少し書いていますが、えー、私も、えー、教科書で勉強するときに、中調の時代って、えー、あんまり、まあ、いわば試験にもあんまり出ないし、まあ、軽く パスするぐらいの時代なんですよね。目立つ政治業績がないんです。ョンって結局、優柔不断な態度で、どこかに重みを置くわけじゃなくて、政治がずっと混乱の状態になってしまって、でさらにそれによって一般の人々の生活も苦しくなったんですよね。一方では、四三軍の時より苦しくなったという意見もあるぐらいだったんですね。 まあ、ほとんどの今の歴史研究家は、まあ、中中時代から朝鮮の衰退期に入ると言われています。 実際なんですけれども、皆さんも韓国時代劇を見たりとか、まあ、韓国の歴史を勉強したら、まあ、各王にはイメージがあるんじゃないんですか、えー、初代王の手イソンゲの場合は朝鮮を建国して、で、三代王のイバウンの場合は王権を強化しましたね。四代王の世城はいろいろありますが、まあ、その中で一番有名なのはハングルを作りましたね。 で、それと、七大王の聖女の場合は、クーデターを押して、まあ、クーデターで有名な王なんですよね。ただ、クーデターをした後に、国防力を、えー、強化するなど、業績は認められています。で、九大王の尊重の場合は、法律を完成しました。ただ、39年も在位した順尊は、 何もないんですよ。まあ一旦、まああるのはあるんですけれども、そんなに有名なところがなくて、他の王様のコピーみたいな政策はいっぱいありましたが、順調といえばこれというのがなくて、 まあ結局、韓国人の中のイメージでも、ジャングムの近いで美味しいというまあ王様だったと思いますけれども。で、この順調なんですが、亡くなった後にも結構大変だったんですよ。えー、今、お墓はソウル市にあるカンナムというところにありますが、もともと他のところだったんですけれども、移されたんですけど、カンナムという地域が、 韓国のン南ムに浸水があったニュース、皆さんご覧になったことありますよね。で、よく浸水するところに、こうやってお墓があってですね、いつもなんか水で大変だらしいですよ。で、実際は、で、このお墓の中なんですけれども、遺体がないんですよ。文禄の駅の時に日本軍により燃やされて遺体が諸出したらしいですよ。なので、韓英軍の元年の時に面白いお話がありますが、 当時の江戸幕府が、順調の遺体と犯人を返します。また交流再開しましょうというお話を持ってくるんですよ。それをもらった官兵軍、ちょっと疑問点がありまして、まあ、遺体と言ってもらったものが証拠もないし、これが本当に順調のものかわからないんですよね。そして、尋問してみたら、犯人だと言って一緒に来たこの日本人たちが犯人でもなかったらしいですよね。じゃあ、これによって会議に入りますが、えー、土地かと言ったら、 愛国心が強い家臣たちは屈辱的です。なので、日本を攻撃しましょうという意見もありましたが、どっちかといったら現実の目線で見ている家臣たちの場合は、いいよいいよ、まあ、交流再開しましょう、戦争も終わったし、ということの意見もありましたね。ここで、官兵軍は、まあ、いいよと思って交流再開を選びますよね。えー、結局、順調の遺体は、今でも、今でも見つからないみたいですよね。 中庄は息子にも結構屈辱的なことをされたんですけれども、12大王の陰庄、つまり中庄の息子なんですよね。中、え、庄、ー、が亡くなった後、陰庄が王になった時に、戦、えー、王は四山軍を追い出して新しい朝鮮を作った王です。なので、 ョンではなくて、ョンにしますかという意見がありましたが、なぜかしら、息子だったインジョンが、うん、大丈夫、ョンでいいと言って、つまりお父さんのレベルを下げたんですよね。えー、これもとても不思議なんですけれども、一旦ョンはこれによってョンになります。 で、まあ私、いろいろ、まあ、中腸のひどい話ばっかりありましたけれども、ただ、家族愛はとってもすごい優しい男だったらしくて、えー、先ほど言った、お中腸の娘、ヒョジョン・オンジュの話ありましたね。それと、えー、ジョイジョンと人と結婚した物語、皆さん気になると思いますね。なので、え、来週は、い、中腸の娘、